まだ早いし、どこかへ行く？センサーを直せる？地公子に解決してもらえばいいじゃない。戸籍管理の効率が悪すぎる。くれたか。それでこちらが三月の嬢ちゃんとベルトさん。そう、うちが三月七香で彼がベルトだよ。うちらも手伝いに来たんだ。七香、はしゃぎすぎだ。俺たちは仕事で来ているんだぞ、遊びじゃない。興奮してたくせに。今まで旅してきたけど、事件の調査なんて初めてだよ。うちの聡明な頭脳がやっと役に立つね。これはこれは、美月の嬢ちゃんとベルトさんの名前は以前から聞いていた。少し待っててくれ。上弦、例の写真を持ってきてくれないか。はいはい、声が大きいんだから。もう、お待たせ。これは剣木の剣が起きる数日前に将軍様と大木様が指し示してくださった位置に現れた数名の種族の異邦人なの。
頼む。先週人では見分けられないような危険人物がいないか見てくれないか。どれどれ、これが今回の事件の容疑者たちなんだね。うんうん、ふむふむ、なるほど。この人が怪しそう。彼について教えてもらえるか、資料を確認してみたいんだ。ん？どれどれ。真似しないで。実際に証拠があるわけではないが、調査する甲斐はあると思う。ああ、彼のことか。彼なら少し印象に残ってるな。宇宙を旅する行商人で、商売をやってる上に医術も少し知っていて、確か同盟での登録名は何だったかな。羅刹。登録名は羅刹ね。そうそう、羅刹だ。今回は葬儀用のものらしい大きな箱を持ってきていたな。羊って名前だった気がするぞ。その羊があまりにも目立っていたから、つい色々と話を聞いてしまった。あれは羊、異邦人の葬儀用品よ。お客さんたちは知っているのよね。いや、そうなのか。とにかく彼のことなら事前に調べたぞ。同盟での記録は綺麗だったな。背負ってた箱、羊も。羊。ああ、それも彼の言う通りで、ただの葬儀用品だった。多分葬儀関連の商売をしてるんだろうな。ラフには異邦人が多い上に、どの生計にもそれぞれの葬儀の風習がある。当然そういった商売をするやつも増えるってわけだ。で、彼がどうした。いや、ただ個人的な理由で彼について調査する必要があると思っただけだ。すまないが、剣木の事件が起きていた間の彼の所在を教えてもらえるだろうか。それはちょっと複雑になりそうだな。ひとまず俺と一緒に司法卿のところまで来てほしい。見ながら説明した方が早いだろう。この凋落点はラフにとって重要な中心市街地なんだ。上もここの治安問題には気を配ってる。だから町のあちこちに機構長が配置されてるんだ。羅刹は剣木が蘇る数日前にラフに来て、その後は別に怪しい行動をとっていないんだが、事件が起きた前日に。やっぱり事件が起きた前日に性格を持って剣木の近くに現れたんだね。それならとっくに地公使が彼を捕まえに行ってるだろう。俺たちを待つ必要はどこにもない。う、確かに一理あるね。なんだか変な事件。この名探偵ナノを最初から窮地に追い込むとは。みんな面白いな。実は俺たちにもこの人たちを調査する理由があって、
剣木が蘇る前日の彼の足取りがつかめないんだ。剣木の蘇りによっておかしな陰陽相関現象が発生して気候調のシステム全体が故障してしまってな。事件当日の映像はもちろんだが、その前日のものでさえ多くが破損してる。もちろん聞くつもりだが、むやみに質問するんではなく明確な狙いが必要だ。それに何の疑惑もないのに二度三度も彼の手を煩わせるわけにはいかないだろう。そこでだ、この羅刹に怪しい点があったら詳しく教えてくれ。合流と審問はこちらで手配する。どう説明すればいいだろうか。彼の顔なんだが。ものすごい秘密を話してくれるのかと思いきや、まさかの顔。いくら幼児ちゃんでもダメダメ、見た目で人を判断するのは良くないよ。すまない。つまり、いや、説明しづらいな。俺の勘がこう言ってるんだ。この羅刹という人間は怪しいと。申し訳ない、憶測を言ってしまって。気にするな、勘も調査の大切な仲間だからな。俺もなんとなく怪しいと思うことが多々あるし、結果的には当たりの時も多かった。だからベルトさんの勘も信じたい。だが指名手配犯の顔をしてるという主張なら理解できるが、俺は執行官だからな、勘を理由に当事者を逮捕することはできない。苦情でクビになれば履歴にも残って後々の就職に影響があるしね。そう、その通り。じゃなくて何を言ってるんだ。とにかくみんなが調査したいというなら今回だけ特別だ。司法卿の権限を与えよう。それから上弦、お前も客人たちの調査に協力してやれ。私は地公使の執行人なのよ。政府のものなのに民間人を調査に参加させるなんて規則違反でしょ。いや問題ないって。現場に行かずに機構長の映像だけ見せてやればいいから。手がかりを見つけたらいつでも連絡してくれ。顔以外の証拠があればすぐに駆けつける。ただ一つだけ約束してほしいんだが、羅刹本人を直接探しに行くなよ。何があっても俺が先だ。信じてくれるだけでありがたい。迷惑をかけるようなことはしないと約束しよう。心配ないよ、列車組は義理を通すからね。恩をあだで返したりしないよ。よし、上弦、お前が教えてやれ。俺は仕事に戻るぞ。わかったわ。では皆さん、この事件は結構時間がかかりそうだし、準備ができたらまた探しに来てね。ミステリアスな羅刹消失の謎に遭遇するとは。
そうだよ。ずっと前から難しい事件に遭遇して、名探偵ナノの才能を発揮したいと思ってたんだ。ちょうど最近、漁港事件簿を熟読したばっかりだし、列車の推理マスターと思ってもいいよ。あら、美月さん、目の付けどころがいいわね。漁港事件簿は先週の晴天的な推理小説よ。私も小さい頃にそれを読んで地考士を目指すようになったの。200年もの時が過ぎてもまだその本に魅了される新しい読者がいるなんて。上弦もファンなの？けど作者のスーファンは遺憾の医助長で、主人公の漁港も医師でしょ。なんで探偵士を目指さなかったの？いろいろあったとしか言えないわ。いくら今の仕事が雑でも、ここじゃなくちゃいけない理由があるの。それに私にとって探偵士の敷居は高すぎる。そっか。でも寿命が長いから転職もしやすいんじゃない？昔は考えたこともあるけど、やめたわ。どんどんこの仕事の意義が分かってきたからね。犯罪をなくして弱者を救って、みんなが嫌がる厄介事を処理する、毎日が充実してるわ。うん、突然上弦が輝いて見える。これが情熱の光か。すまないな、根拠すらない憶測で君とナノカをこんな茶番に付き合わせて。後で先週の料理をおごろう。ああ、そう思ってくれるなら嬉しい。実はね、さっきから聞きたいことがあるんだけど。なんというか、ヨウジちゃんは勘で人を判断するような人じゃないと思うんだ。うちの勘。うん、まあいいだろう。君たちに教えられないことではないからな。君たちも知っての通り、宇宙には似てはいるが異なる世界が無数にある。そしてそれらの世界にはまた似てはいるが異なる人間が無数にいる。だから異なる世界で似たような人物に出会うことはよくあるが、彼らは全く違う人格を持っている可能性がある。例えばある世界ではナノカのように無邪気な少女が宇宙怪盗であったりするんだ。だがさらに多くの場合、彼らの運命は似たような道を歩く。そして羅刹は、俺は以前彼に似た人物に二度も出会ったことがあるんだが、どれも善良とは言えない人間だった。だから彼を見た瞬間、本能的にゾッとした。ナノカの言う通り、我々は見た目で人を判断すべきではないが、どうしても無視することができなかったんだ。俺の判断を信じろと強要するつもりはない。
ただ何言ってるの。もちろん陽おじちゃんの判断を信じるよね。君たちに信じてもらえるなんて心強いな。しかし重要なのはどうやったら地甲子の人間にこの憶測を信じてもらえるかだ。先週の法律という角度から考えればそれは無理ね。私たちが信じないのはベルトさんじゃなくて証拠のない告発よ。だからどうか理解してちょうだい。もちろんだ。俺たちが言い出したことだから責任を持って証拠を探そう。戸籍管理の効率が悪すぎる。こっちはいつでも調べたい資料用意できるわ。それで準備はいい？じゃあこっちへ。大吾執行官が言ったように、剣木の蘇りによっておかしな陰陽相関現象が発生して気候庁のシステム全体が故障してしまったの。その結果、大量の映像データを失い、タイムスタンプも完全に狂ってしまった。はい、これが事件前日の羅刹関連の映像記録よ。つまり、うちらでこれらを正しい順番に並べ直さなきゃいけないってこと？その通りよ、お疲れ様。あんたはこういうの得意でしょ？任せた！そうだけど、あんたは名探偵のそばにいる助手さんだから。
どう？何か思い当たることはある？正しい順番は？羅刹が山陽諸市に入ってまた旅館に行った。しばらくしてから手ぶらで離れて真っ暗な路地に入った。そして荷物を持って埠頭に向かった。まさか棺に人を入れて拉致したとか。想像力が豊かだな、ナノカは。先週は出入りするときに荷物をスキャンするからそんなことはできない。それに羅刹は路地に入ったときに棺など持ってなかったぞ。よかった、びっくりしたよ。順番がちょっと間違ってたみたいだね。もっと考えてみよう。いいよ、何が見たい？1、4ね。羅刹が旅館を出て山陽諸市に行った。そしてある路地に入って荷物を持って埠頭に現れた。なるほど、山陽諸市で宝の地図を手に入れて路地で宝探しをして財宝を手に入れたから錦を着て故郷へ帰ったんだね。って、そんなわけないでしょ。順番が間違ってるよ。他のを試してみよう。どれどれ。うん、羅刹が星座から降りて長楽天に入ってある旅館で荷物を下ろした。彼が大事にしてた棺まで。そして山陽諸市に行ったけど本は買わなかった。そこを離れた羅刹はすぐにある路地に入った。理にかなってる。どうやらそれが正しい順番みたいだ。君はやはり鋭いな。いいね、さすが名探偵なのが念入りに選んだ助手だよ。映像で見た路地ってどこだろう。マップを確認してみたが、そこの空き地には門があって、見てくれ、この門を通ると後ろに埠頭がある。そこを通り星座に乗って逃げたのかもしれないな。長楽天から離れるにしてもなんでこんな偏僻な埠頭から出ていくんだろう。怪しすぎない？おそらく羅刹はそれに乗って離れたわけじゃないと思うの。ベルトさんの言う通り、そこは円守墓地999号埠頭、新作府の埠頭で外敵が侵入するときのみ作動するのよ。だからあの門もずっと閉まってるはず。私の知ってる限りではもう何百年も閉まってて、検査するときにだけたまに開けたりしてるの。つまり肝心なのは彼がいつそこを通ったのかだな。マップを見る限り少なくともこの空き地に出入りできる場所は一つしかない。上弦さん、残っている映像であの日にそこを通った人物を確認してほしい。
院すること自体はできると思うけど、多少は待つことになるわよ。大半の映像が失われたと言っても丸一日分の映像だから、調べるものはたくさんあるはず。分かっている。よろしく頼む。よろしく頼むよ。うちらは辛抱強く待つから。いえ、皆さんにわざわざ来てもらったのは私たちだし、こちらこそよろしく。すぐ確認するから安心してね。お待たせ。あの空き地に関する映像をすべて確認したわ。まあ、すべてと言っても結構失ってたけどね。失った部分を修復することはできないだろうか。先ほど俺たちがやったように。一部なら修復できなくもないけど、どうかしら。試さなくちゃわからないわ。もちろんそれにも時間がかかるし。そうか、手間をかけてすまないな。ちなみに残った映像で価値のある内容はあっただろうか。ええ、一つだけ。羅刹が空き地に入っていた2時間後にあの門から出た人がいたの。けど羅刹は見当たらなかった。何を言ってるんだ。漁港の始まりの物語なの。もともとは探偵士の医師だった漁港が謎の組織ヤムチャ会に目をつけられて、そこから派遣された黒服の二人組に路地まで尾行されて毒薬を飲まされた。けど毒薬には寿命族の転生みたいな効能があって、漁港は若返り子供になる。それから漁港はヤムチャ会を調査しつつ、あらゆる事件を解き明かしていくの。設定によると、その薬が効くのは体だけで、魂の摩耗は対象外なの。つまり転はしたけど新たな生を得たわけじゃないってこと。転生は寿命族の特徴なはず。人間も転生できるというのか。もう小説、創作なんだから本当かどうかなんてわからないよ。リアルに書かれてはいるけど、作者のスーファン先生は探偵師の遺女だから、医学関連の設定が結構厳密に練られているのよ。ほらね、
探偵士の人が書いたんだから本当かも。つまりナノカはこの黒服を着た人物がヤムチャ会のメンバーで、子供は若返りした羅刹だと言っているのか。漁港事件簿のファンが本のネタを真似して犯罪を犯した可能性もあるってこと。体が縮んだ羅刹が二人に連れ去られたとか、よく考えるほど怖いね。誘拐事件かも。そもそもこの子は黒髪で、羅刹は金髪だろう。髪を染められたとか。ちょっと待って、今気づいたけど、この子は三洋書士の店長の印象よ。残念だったな、なのが若返りも漁港もなかったようだ。名探偵の推理はね、最初に何度か間違えるのが定番なの。予想内だよ。寄稿帳には黒服の顔が映らなかったな。とりあえず印象に話を聞こう。何かを見たかもしれない。私は映像の修復を続けるわね。何か進展があったらまた皆さんに連絡するから。オッケー、じゃあ出発しよう。証人探しだ。小さな店長はいないみたい。周りを探してみる？閉店にはまだ時間がある。あまり遠くへは行っていないはずだ。すぐに帰ってくるかもしれない。俺はここで待っているから、君たち二人で行ってくれ。ラジャー、さあ行こう。後でトイレに行けなくなっちゃうかもしれないけど。インショちゃんはいないみたい。どこに行ったんだろう。ラフに来てよかったよ。今回の調査が終わったら買って読もう。スーファン先生ってばすごいよね。人に店番を頼んでる。でもその人も見当たらないね。店にいないみたい。三夜書士の店長に店番を頼まれた人だよね。あ、店長？飲酒のことか。そうだけど、どうした？
の居場所を教えてくれる？なんでお前らに教えてやらないといけないんだ？あのさ、明るく話を聞いてくる人に対して失礼だって思わない？まあ、教えてやってもいいぜ。500滴だ。なんで順滴なんかあげなくちゃいけないの？急に何？情報は何よりも価値のあるものだからな。理不尽なやつ。ねね、どうする？脅迫？俺様が誰だか知ってんのか？あんたこそ、うちらが誰だか知ってんの？列車組？聞いたことねえな。もしかして他の選手のお偉いさん？しまった！まさか本当に手強い連中なのか？ちくしゅう！君子危うきに近寄らずだ。まあいいや、俺様は心優しいからな、特別に見逃してやる。飲酒なら上楽天の方に行ったぞ。屋台の割引券がもうすぐ期限切れになるから早く使わないと、とか言って行ったばかりだが、今頃は食べ終わってるんじゃないか。ふんだ、物分かりが良くて助かったね。行こう。直せる？ねえ、あんたが三洋書士の店長の飲書ちゃんだよね。聞きたいことがあるんだけど。はい、私が飲書です。どうかされましたか？飲書ちゃんは今書士に帰ろうとしてたところでしょ。じゃあ一緒に行こう。途中で話すから。はあ、わかりました。行きましょう。お話しした映像のことなら多少は印象に残ってます。その日は閉店後にどこか静かな場所で本を読むつもりだったので、街を見て回りました。その時に例の空き地を見かけたのですが、黒い服を着た人たちと金髪の種族の民がいて、読者に不向きそうだと思いすぐに立ち去りました。ちょうどその頃、黒服の二人もそこを立ち去ったのでしょう。ってことは、たまたま通りすがっただけか。その金髪が何をしてたかわかる？ごめんなさい。当時はただ本を読める場所のことばかり考えていて、よく見てませんでした。隣にいた黒い人たちのこともです。ただ、黒い人たちから臭い匂いがしたことしか。あ、でもこれじゃ手がかりになりませんね。すみません、せっかく訪ねてきてくれたのに何の役にも立てなくて。
いや、どれも有意義な情報だったよ。感謝する。だが機構長の映像によると、あの空き地に行く前に羅刹は君の店に寄っていたんだ。私の店、山陽書士ですか？店に寄った。ああ、思い出しました。あの日彼を見たのに、どうして忘れていたのでしょう。あの日彼は店に来て、ブラブラとしながら本を何冊かめくった後、私に一冊渡したんです。確か最初は買うのかと思ったんですが、彼はお金を払った途端、本の扉のページを破ったんです。驚きましたけど、あの満面の笑みを見て聞くことはできませんでした。その本もカウンターに置いて持っていかなかったんです。変ですね。どうしてすっかり忘れてしまっていたんでしょう。次の日に剣木の事件があったから、そのショックで。ちなみにその彼が買った本とは。あ、この漁港事件簿です。扉のページが破れたから売れなくなって困っていました。あなたたちにあげますね。幼児ちゃんってさ、実は予知能力があるんじゃない？羅刹って本当に悪いやつなんだね。なんであんな悪いやつがいるんだろう。漁港事件簿っていう素晴らしい本をためらいなく破くなんてムカつく。あんな悪いやつの思ってることなんて知らない。知ってたらあいつの仲間になりそうだし。ナノカは興奮しすぎだ。地甲子が最初に疑問に思った点を忘れてしまっている。つまり危険物をラフに持ち込んだ人物がいるのかどうかだ。大豪たちはその危険物の正体を知らないはずだ。だが俺たちは知っている。それが正確だと。だから本を破るという行為は事件の鍵になるかもしれないな。ちょっとついていけなかったけど、本を破るのと正確に関わりがあるってこと？ねえ、あんたは理解した？その通りだ。ラフには羅刹の仲間がいて、本の扉のページを用いやり取りしていた可能性がある。ますます彼が悪いやつみたいに思えてきたよ。正義を謳う漁港事件簿を邪悪な計画の合図に使うなんて。ただの推測だがな。俺たちはまだ彼の行為を把握していない。機構長の映像が全部失われたせいで。え？じゃあ手がかりはもうないの？行き詰まった名探偵、そこに現れたのは新たな手がかりであった。
皆さん、羅刹がいつあの空き地を離れたか分かったわよ。よかった、離れた時の姿が映ってたのかな。その通り、気候庁の記録によると彼は空き地に入った2時間後にそこを離れた。おかしいね、あんなちっちゃい空き地で2時間も。羅刹のやつ何をしてたの。旅費を全部干し芋プルプルに使ったせいで野宿してたんじゃ。7日でもそんなことはしないだろう。あの空き地にも気候庁があったらよかったのに。未だに彼が何をしてたかわからない。でも調査すればするほど不信感が増しているのは確かだよね。ねえねえ、うちらの妖おじちゃんって思ってることが顔に出るタイプじゃなかったのに、なんだか不安そうに見えない？この世界とは関係ない。俺はただ故郷での出来事がここで再現されてしまわないかどうかが心配なだけだ。耳が良すぎだよ。私はまだ公務があるから先に失礼するわね。何かあったらいつでも連絡して。私の連絡先は知ってるでしょ。あの空白の2時間で羅刹は一体何をしていたんだろうか。いよいよ名探偵ナノが推理能力を発揮する番だね。ナノカはどうしたいんだ。現場に行ってみるか。妖おじちゃんってば分かってないね。漁港が言うには足を運ばずとも現場に行ったのと同じくらい情報を得られるのが真の名探偵なんだって。まあまあ、現場で苦労する執行人たちは確かに尊敬に値するが、推理のきらめきが欠けている。これも漁港のセリフだよ。ナノカがそう言っているのなら試してみるか。やった、妖おじちゃん最高。じゃあ真相を明かすね。準備はいい？
じゃあ始めようか。人前で推理するのって初めてだから、ちょっと緊張するね。よし、これからうちは漁港の推理の仕方に習って自分を犯罪者に置き換えるね。今からうちは羅刹だよ。真面目に、うちは今高速で考えてるんだから。あ、そうだ、破られたページ。あのページを持って行ったのは、きっと使いどころがあるからなんだよね。次は、幼児ちゃん、現場のマップを見せて。うんうん。ふむふむ。羅刹はきっと、あの門を通って行ったはず。2時間もあんな狭い場所にいるわけない。でも上弦さんの話だと、あの門は軍の管轄下にあり、長年閉まっているはずだが。何らかの方法で鍵を破ったんだと思う。性格を運べるほどの人だから、門なんてお茶の子さいさいだって。これ式の鍵じゃうちは止められないよ。ごめん、癖で。じゃあ、あとはあんたたちが自分で想像して、羅刹の顔がどんなセリフを吐くかを。ふん、これ式の鍵で僕を止めることなどできない。たとえ羅刹が門を開けたとしても、中に入った理由は何だ。性格を引き渡す仲間が潜んでたから、そいつらに会いに来たんだよ。
よく考えてみろ。軍事上の用地で打ち合わせをするか。それはうちらは善良な市民だもん。悪党の考えを理解できなくて当然だよ。危険な場所ほど安全というわけか。刮目して待とう。刮目して待とう。待て、進みが順調すぎる。ん？どういう意味だい？順調で何か問題でも？順調だと何が悪いの？俺たちは羅刹が何をしたのかを解明しようとしている。だがここを20回往復しても2時間はかからない。それもそっか。つまり彼の道はもっと険しかったってことだよね。よし、じゃあもう一度現場を再現しよう。ギャオー、色白の貴公子め、よくもここに飛び込んできたな。死ねー。外道がのこのこと出歩くとは、食らうといい。どうしてモンスターが喋れるんだ。緊迫感を足そうと思って。償いたまえ。争いに意味はない。この曲はあんたに乗ってる。こっそり大儲け。ほら、ズボン。やっ、ラフにこんな危険な場所があるとは思えないな。こういった危険人物と闇商人が現れるような場所は、少なくとも剣木が蘇るまでは存在しなかったはずだ。でも正確な取引をした悪者はいたんだから。旅行は探偵であって強格でもあるの。だって羅刹がどんな困難に遭遇したのか想像しにくいし、見逃してよ。はあ、まあどうにか成り立ってはいるな。こうなった以上、楽しむほかないだろう。これほど険しい道とは、今後はもっと慎重に動く必要がある。
の性格を買おうとするとは、謎が多い取引相手だ。取引相手があそこで待っている。行ってみよう。うん、マップを見れば確かに辺りで一番隠蔽に向いている場所だな。この名探偵なのが、とうとう妖おじちゃんに認められた。続けよう。待った、何をしに来た。いや、あれはヤムチャ界の門番プーアルだよ。プーアルはお茶の名前だろう。そう、ヤムチャ界のメンバーだからお茶の名前を使うのは当然でしょ。話を聞いてんのか。何をしに来た。もう少し礼儀よく喋らせてくれないか。うん、分かったよ。話を聞いていますか。何をしに来たんです。もういい、諦めた。あるものを君たちの頭に届けに来たんだ。彼に連絡してもらいたい。納品？はい、頭なら随分待っていますよ。しかし先に身分証明書を渡してください。頭との面会はその後です。今こそあの手の出番だね。これは秘密の合図ですね。本当にあなたでしたか。少々お待ちを。すぐ頭を呼びますから。焦らなくても大丈夫さ、急いではいないからね。プーアルは合図用のページを見た途端頭を呼びに行った。そしてしばらく待った羅刹は威厳のある人影が近寄ってくるのを目にする。頭、彼です。彼が例のブツを持ってきました。先にブツを見せるのじゃ。妖おじちゃんの頭と言ったらパムしか思い浮かばなくて。この方が私たちの頭、星芋プルプル様です。分かったら早くブツを渡してください。ミルクティーもティー、お茶だからヤムチャ会に登場しても問題ないでしょ。その前に代金を支払ってもらわないと。簡単なルールを忘れてはいないだろうね。またごちゃごちゃと。渡せと言っているんです。構わんぞ。このブツは特別危険じゃからな。彼が慎重になるのは当然じゃ。パムはここまで老人っぽい口調だったか。そうじゃったと思うぞ。いやいや、そうだったと思うよ。プーアルよ、代金を渡すのじゃ。どうじゃ、これで渡す気になったか。
気をつけてくれ。それはとても危険な品だからね。では。その通り。もうお前とはおさらばじゃ。プーアルよ、やつの口を封じろ。取引が順調に終わったと思いきや、こんな危険なものを俺に売ったからには、もうお前は共犯者じゃ。秘密を守るためにはお前の口を永遠に封じるしかない。ナノカはどうでもいいディテールのことになると論理的になるな。それと、なぜ俺が禁人になったんだ。それはプーアルの裏設定で、危険な時に禁人に変身するの。ね、そうか。ここの組織は程度が低いようだね。下手に動くな。乗ってる？気を逃さず動く。ほら。死を授けん。もっと大丈夫じゃない。問題扱いを避け、償いたまえ。考えても無駄。王者再臨。お別れの時だ。天使を授けん。すっきりした。騒ぎを起こしたくはない。た気を逃さず動きや。踊れ。覚えておくのじゃ。凋落点でこれほどの騒ぎを起こしたら、すぐに運気軍が駆けつけてくるだろう。早くここを離れなければ。なるほど、だからラセツは逃げたんだ。さてさて、どこへ逃げたのかはマップを見ればわかるはず。食材の時だ。薬害を避け。安心しろ。盛り上がってるじゃん。乗ってる。こっそり大儲け。今のは何者だ。何者だ。動くな。こんな状況下で羅刹が逃げられる道はたった一つ。羅刹、早く乗って行くよ。
こうして謎の助っ人のサポートにより羅刹は精査に乗って現場を離れた。これが今回の羅刹消失事件の全貌である。精査で羅刹を迎えに来たのは誰なんだ。わかんない。でも顔は出てないから彼女でよくない？みんなに出番があったからいいでしょう。なのか、ショックを与えたいわけではないんだが、君の推理には少し問題がある。もし羅刹が精査に乗って逃走したのであれば、2時間後に気候帳に取られたのは誰だ。しかも軍用施設ではちょっとした騒ぎで運気群が動くだろうから、モンスターが出没するわけがない。それとさっき君が言った困難が本当であっても、羅刹が2時間も滞在するほどではない。幼児ちゃんの話を聞くと確かにそうだね。名探偵なのはやっぱり漁港には及ばないか。なら現場に行ってみよう。現場ならいろんな謎が解けそうだし。ああ、それが一番の近道だな。行こう。ありごとなら地行使に解決してもらえばいいじゃない。すみません、人を探しているんですが。種族の民のはずです。金髪で身なりも先週人とは違いましたね。金髪の異邦人？もしかしたら。どんなご用でしょう？その人のおかげで一命を取り留めまして。実は2名ですね。おい、今真剣に話してるっていうのに。すまない。その命を助けたという金髪の人物はもしかしてこの羅刹か。ああ、そうだ。そう、この羅刹さんに助けてもらったんだ。それはいつのことだろうか。確か剣木が蘇る前日だったな。ああ、次の日に大事件が起きたからずっと礼を言う時間がなくて。まさかあんたたちが黒服の二人組？なんで今日は黒服を着てないの？黒服？ああ、わかった。あのことを思い出すとまたムカついてくるよ。黒服も何も。俺らは溝に落ちたんだよ。は、どういうこと？あの日は静かな場所を見つけて新しいネタを練習しようとしてたんだ。だがやっと見つけた場所がなかなか人が通らず、ずっと修繕されたことのない場所だったとは。地面に大きな穴ができていた。俺がうっかり足を滑らせて落ちたんだが、
彼も慌てるな、王が助けに参ると叫んで一緒に落ちてきたんだ。その穴が溝につながっていたおかげで俺たちは泥まみれになったってわけさ。黒服と勘違いされてお笑い種だ。だからインシャちゃんが臭いって。とにかく通りかかったラセスさんが助けてくれたおかげで俺たちは今こうしていられるんだ。ありがとうございます。恩人殿が手を差し伸べてくれなかったら俺ら二人は死んでしまうところだった。何か必要があれば遠慮なく言ってくれ。俺ら兄弟にできることなら何でもやる。できなくてもやってみせる。それはありがたい。でもわずかな骨折りに過ぎないよ。わずかだって？俺たちのためにあれほどの時間と体力を費やしたのに。謝礼は結構だよ。早いうちに戻るといい。道中お気をつけて。本当にありがとうございました。まあ待ってくれないか。汚水は体に悪い。僕は少し医術を知っている身なんだ。この薬を飲んでしっかり休むといいだろう。さあこの処方箋を。かたじけない。これ以上迷惑をかけたら申し訳ないし、俺たちは先に失礼する。道中くれぐれも気をつけて、またどこかに落ちないように。その時渡されたのがこれだ。髪の葉の？綺麗。羅刹が折ったのかな。ああ、彼は処方箋を書いた紙で花を作ったんだ。あんなにロマンあふれる人は久しぶりに見たな。でもこの紙どこかで見たような。広げてみてもいい？もちろん。薬を買う時にも一度広げているしな。もともと恩人探しの手がかりとして至高師に渡そうとしていたんだ。私たちに任せて。何か進展があったらまた連絡するわね。あ、やっぱり。どうした？漁港事件簿の扉のページだ。どれどれ。この面は処方箋で、裏の面にも字が。なるほど、そういうことだったんだね。自分で見て。ネタバレ千人って何？マナーがなってないね。どうやら羅刹は皆さんが思ってたような犯人じゃなくて、むしろ善良な人みたいね。みんながネタバレ千人の被害に遭わないように羅刹はネタバレを書いたページを破ったんだ。
こんなことをするなんて、漁港事件簿を心から愛してるってことだよね。この本を、名探偵漁港を愛してる人が悪いことをするはずないでしょ。どうやらうちらが勘違いしたみたい。そうだな、人は見た目によらずか。この話はここまでにしよう。もう行くとするか。どこに行くの、幼児長？シミ聖園へ。君たちに食事をおごろう。招待してくれた炭鉱くんに感謝しなければ。本当に列車に来た甲斐があったよ。行商人の青函跳躍は退屈なものが多いから、こうして旅をする感覚を味わえるのは久々なんだ。列車か。ユウンテンくんは趣のあるアイオーンのようだね。おっと、すまない、自己紹介が遅くなった。僕は星々を渡り歩き行商する者。先週での登録名は羅刹という。先日ラフで君たちの仲間の炭鉱と知り合って、彼に招待を受けて乗車したんだ。いいね、このレトロなデザイン、心地よい車両。うん、僕たちの飛行船も同じように改造できたらよかったんだが。それは無理だよ。行商に使う宇宙飛行船は積載量や安全性、消毒の効率などを重視している。商売が目的だから居心地の良さは二の次なんだ。ちなみに僕たちは普段カンパニーの量産型輸送艦を使っている。想像してごらん、果てしない夜に光るたった一つの灯火を。
列車の中から総外の文明を眺めていると、紛争も苦痛も絶望も悲鳴もまるで別の世界に隔離されたような感覚になるだろう。まだ早いし、どこかへ行く？困りごとなら遅刻。宝石管理の効率が悪すぎる。写真を半分しか現像できなかったみたいにしんどいね。孫悟の意志を運用来い。
ダンス、戦闘準備。ふるりん。慌てない。くるくる。まだ早いし、どこかへ行く？
ゴの一種。運よ、来い。パーツアップグレード、スキアリー。ぐるりん。私が守る。感謝してね。くるくる。気を逃さず動く。礼儀がなってないわ。